給食残してごめんなさい。保育園での間食指導が引き起こした会食恐怖症の大学生の苦悩と願い。桜子さんは保育園での絶対間食指導が原因で会食恐怖症になり、家族以外と食事ができなくなりました。大学での講義が転機となり、社会に適応する必要はないと教員から励まされました。みんなの反応。私が小学4年から6年まで同じ担任の先生がいて、その先生は給食を絶対に残してはいけないと言って、5時間目や6時間目も教卓の隣で食べさせられました。脂身が多くて食べられないものもあり、牛乳も苦手で飲めませんでしたが、許してくれませんでした。掃除の時間になるとビンタするなら残していい、嫌なら食べなさいと言われ、全員がビンタを選んで叩かれていました。私もビンタを選びました。今思うと本当に事件だったと思います。給食が嫌でたまりませんでした。今からでも訴えたいです。私は小さい頃から小食で食べるのが遅かったんです。大学生になってから会食恐怖症だと気づきました。理由ははっきりしないけど、食事の場で自分だけ遅くて残してしまう経験が積み重なって、お金を払ってくれた人や料理を作ってくれた人に申し訳ないと感じるようになり、精神的に苦痛になったんだと思います。食事を残さない大切さを理解しているからこそ辛い人もいるんです。こういう悩みがある人がいることが広まって、理解し合える社会が進むといいなと思います。会食恐怖症ってあまり知られてないけど、私が知ったのは作りたい女と食べたい女っていう漫画が原作のドラマを見たのがきっかけ。 NHK でもドラマ化されてるんだよね。その中で給食を残さず食べるように厳しく指導されたトラウマで会食恐怖症になった女性が出てくるんだ。彼女は飲み物だけは飲めるから、主人公たちと一緒に飲み物を飲んで少しずつ慣れていって、最終的にはみんなとご飯を食べられるようになったんだ。このドラマを見て、まずは仲の良い人に症状や悩みを話すことから始めるのが大事だなって感じたよ。無理せず周りに理解者を増やして、少しずつできることを増やしていけたらいいなと思う。小学生の頃、給食は全校が集まるランチルームで食べてたんだ。間食が強制されてて、好き嫌いの多い子は掃除の時間になっても居残りで食べさせられてた。掃除が始まって椅子が机の上に乗せられる中、低学年の子たちに失笑されながら涙を流して必死に食べてた友人の姿が忘れられない。今、うちの子の保育園では、自分で食べられる量を申告して、保育士が量を調整してくれるんだ。自分に合った量を完食するっていう食育がされてて、本当に良い時代になったと思うけど、あの時の友人を思い出すと苦しくなるよ。僕も子供の頃、好き嫌いがあってご飯を残すことがありました。特に苦手な食材は口に入れるだけで気分が悪くなってしまいました。でも幼稚園の先生に残したらダメと言われ、食べ終わるまで教室の隅に追いやられました。それでも食べられないと、次の日に椅子を取り上げられることもありました。この経験から、今でもその食材は食べられません。他の苦手な食材は大人になって食べられるようになりましたが、間食指導って本当に必要なんでしょうか。今の日本は多様性を尊重する社会になり、皆と同じにできない人たちに優しい環境が整ってきたのは豊かさの証拠だと思う。ただ、戦後の配給生活を知っている世代からは贅沢な悩みと見られることもあったかもしれない。その時代の風潮は確かに存在した。しかし、食事量の指導が適切でなかったことも事実で、小食な子も大食な子もいて、それは体格に比例しない。食育で命の大切さやありがたさを学び、自分の食べられる分量を知ることも大切だと感じました。この問題は、消費者と生産者の両方の視点から考える必要があると思うんだ。食べ放題の店とかで残飯が多く出るのが気になるよね。生産者はお金をもらえればいいって感じで深く考えないことが多いけど、もともとは大事に育てた食材なんだよね。だから、生産者に正当な対価を払うだけじゃなくて、食べ物を粗末にしないってことをみんなで考えるべきだと思うんだ。食べられないから残していいっていうのは食べ物を捨てていいってことじゃないから、どうやって子供たちに伝えるかが大事だと思う。でも、無理に食べさせるのは違うよね。幼稚園の頃、小食だった私は親のお弁当を半分しか食べられず、先生に見守られながら泣いて食べていました。先生は私が大きく育つようにと思っていたのでしょうが、その経験がトラウマになり、今でも量が多い食事を見ると怖くなります。外食では最初から半分にしてもらわないと、残すか無理やり食べる恐怖と戦うことになります。小さい頃は食べるのが遅くて、1980年代中盤の小学校低学年時にはよく居残り給食をしていました。先生や周りからいろいろ言われましたが、
幼馴染の同級生がいつもフォローしてくれたので、嫌な記憶にはなりませんでした。家も近所で、同じ病院で数日早く生まれた彼女はお姉さん役もしてくれて、本当に感謝しています。今でも頭が上がりません。牛乳が苦手な子からもらって飲んでいた自分としては、アレルギーのリスクもあるし、無理に間食させるのは良くないと思う。偏食を避ける方針はわかるけど、大人だって苦手なものがある。昔、セロリの CM を見て母に頼んで買ってもらったけど、子供には美味しくなかった。でも、年を重ねて少し美味しいと思えるようになった。無駄は良くないけど、食べる楽しさも大切だと思う。昔の教育って、今思うと結構間違ってたよね。トラウマ抱えてる人も多いんじゃないかな。部活中に水分取るなって言われてたけど、今考えると危ないよね。私も小食だったし、娘もそうだったけど、幼稚園が良かったから食に対する恐怖はなかったんだよね。給食残してごめんねって気持ち、わかるよ。自分も小学生の時、先生に早く食べろって言われて怖かった時期があったんだ。でも、小学5年の時に優しい女性の先生がいて、無理に食べなくていいよって言ってくれて、すごく気持ちが楽になったんだ。その一言が本当に救いだった。今でも給食の押し付けがあるって聞くけど、ひどいよね。前職で幼稚園の給食を作ってたんだけど、下膳時間過ぎると園児が泣きながら遅くなってごめんなさいって食器を持ってきてくれて、心が痛かったんだよね。ある時、廊下で椅子を机代わりにして座って食べてるのを見てびっくりしたし、カトラリーケースの蓋にゼリーが乗ってたのも驚いた。連勝組さんがそこまでするなんて思わなかったよ。小学生の頃、ひどい先生がいて、私は盗みの犯人にされました。女性担任に嘘発見器にかけると脅され、クラスは裁判の場に。親友も私が犯人だと思って手を挙げました。それ以来、先生や友人に心を開けなくなり、今やっと本音を出せるようになりました。私は未熟児で小さく、食も細かかったので、食べるのが遅かったです。小学校では間食指導が当たり前で、掃除の時間になっても食べ終わらず、毎日廊下に出されていました。椅子の上に給食のトレイを置いて正座して食べていましたが、トラウマにはなりませんでした。他にも同じような子がいたので心強かったのかもしれません。やっと食べ終わると給食室に食器を持っていき、遅くなってごめんなさいと謝っていました。担任の先生は厳しかったですが、父親が小さいのに大きなこと同じ量は無理だと話してくれて、量を減らしてもらうようになり、みんなと同じように食べ終わるようになりました。30年前の小学校では、給食を完食するのが当たり前で、残したものを捨てる場所がなかったんです。でも先生がビニール袋を持ってくるように言って、食べきれないものは持ち帰っていました。だから居残りして食べさせられる子はいませんでした。先生の配慮か学校の方針かは分かりませんが、無理をさせないのは良かったと思います。私も中学時代に給食指導でお昼ご飯が食べられなくなった経験があります。学校全体で残飯を減らすことに力を入れていて、毎日クラスごとの残飯の量を測って放送していました。担任の先生も職員室でお叱りを受けていたようで、ある日私が気持ち悪くて残したいと申し出た時も認められず、涙目で飲み込んだことがあります。それ以来、給食時間になるとまた気持ち悪くなるんじゃないかと不安で、匂いを嗅ぐだけで吐き気がするようになりました。毎日吐き気と戦いながら涙目で食べていました。なぜ全校であそこまでしなければいけなかったのか、今でも疑問です。食べ物を大切に教えたいなら、楽しく食べさせればいいのに、強制からはマイナスしか生まれません。小学生の頃は小食で偏食だったから、給食時間に食べ終わらず、昼休みに給食室で食べてたんだ。でも中学生になったら環境が変わって、みんなが食べ始める頃には食べ終わってた。間食も大事だけど、食育は食べ物や作ってくれた人への感謝を教えることが大切だと思うよ。子供の頃、みんなの前で見せしめにされると、大人になっても大きな傷やトラウマが残るんだよね。大人はそれが教育だと思ってるのかもしれないけど、幼児の心を無視したデリカシーのない行為だよ。私も体育でできないことがあると、クラス全員の前で立たされて、間違えるたびに叩かれたりしたことがあって、今でもその辛い気持ちを思い出すんだ。だから、子供の心に傷を残さないような教員の教育が必要だと思うよ。食べられないことを理解するのも、自分のために作ってくれたものを食べられなくて申し訳ないと思う気持ちも大事だと思うんだ。完全給食指導をする人もしない人も、偏った考えの人はいるけど、相手を気遣う気持ちと自分の気持ち、
どっちも大切にすることでバランスが取れるんだよね。結局、毎日食べられる環境があるって、それだけでも恵まれてるんだなって思うよ。私も似たような経験があるんだ。小学校1年生の時、給食を食べるのが遅くて掃除の時間まで一人で食べさせられてたんだよね。友達の誕生日会でも食べられないし、家族以外の食事も無理だった。でも、高校生になったらいつの間にか普通に食べられるようになってたんだ。多分、素敵な友人に囲まれてたからかな。今では会社の人や友人との食事会も楽しんでるよ。やっぱり、楽しい食事は安心感と一緒なんだね。アラフィフ世代で、家族以外との会食が苦手です。保育園から小学校時代、好き嫌いが多くて、給食を食べ終わるまで席を離れられませんでした。無理やり食べて、トイレで吐いていたことをこの記事で思い出しました。食の大切さを教えるのは大事ですが、やり方やタイミングを考えないとトラウマになることがありますので、皆さん気をつけてください。私は教員時代、給食の量を各自の好みに合わせて減らすことを認めていました。苦手なものも減らして OK で、配膳前に給食係に伝えるようにしていました。ただし、全部残すのはダメで、少しずつでも食べる量を増やすルールを続けていました。調理師や栄養士、管理職から間食が原則だと何度も注意されましたが、私の方法で年度末には食べられる量が増え、間食する児童も増えました。卒業後のクラス会で給食の話が出た時は特に嬉しかったです。無理強いは逆効果だと自負しています。親から無理やり食べさせられていたけど、食べ物を無駄にしないのは大事。でも、食べる量を決められるのは嫌だった。娘は食が細くて幼稚園の先生から相談されたけど、無理に食べさせないでと伝えた。娘は大人になって、今はお米一粒も残さず健康に育っている。確かに残すのはもったいないから、食べる量を選ぶのもいいかもね。私も子供の頃、給食をゆっくり食べるタイプだった。残さずに食べなさいと言われたけど、自分のペースで食べていいとも言われた。3月生まれだから、1歳差がある4月生まれの子と比べて、先生が融通を聞かせてくれて助かったよ。小学校低学年の頃、給食が食べられずストレスを感じてました。間食が基本で、給食の時間になると保健室に駆け込んでましたが、担任の先生が静かに見守ってくれて感謝してます。高学年になると自由に残しても良いと言われ、逆にいろいろ食べてみようと思うようになりました。学校が子供を信じて多様性を認めてくれるといいですね。私も子供の頃は小食で、保育園ではお弁当を完食できず先生に手伝ってもらっていました。母がおにぎりにしてくれることもありました。小学校では食パン3枚が出て、食べきれず掃除の時間まで食べていました。5年生になってご飯に変わり、やっと完食できるようになりました。昔は昼休みに校庭で遊んでいる子が多かったけど、小食の子は残って給食を食べていたよね。うちの子たちの頃には完食指導はなかったけど、息子はよく食べる子で、同じ金額で申し訳ないなと思ってた。でも炊き込みご飯の時、キノコ嫌いが多くて残ってたのを先生と息子がたくさん食べてくれて、先生が感謝してくれたんだ。食べられる子には食べさせて、食べられない子はお腹いっぱいになればいいと思う。自分が食べられる分だけよそってもらえばいいよね。大学に入ってから、家族以外の人と食事したり、混んでる電車や小さい教室での授業で動悸や吐き気がして、自殺も考えるほど追い詰められてたんだ。でも、先生の言葉やクラスメイトのおかげで救われた、自分を気遣ってくれる人たちに出会えて本当に幸運だったけど、そういう出会いがない人もいるよね。そんな人たちには、今回の記事みたいに当たり前じゃなくていいって少しでも肩の力を抜いてほしい。苦しい思いを乗り越えれば、周りの人を気遣える優しい気持ちが芽生えるはずだから。学校では、給食に限らず、同じ空間と時間に集まった子どもたちが一斉に同じことをするよう求められます。子どもが何十人もいる中で、1、3人の大人が見守ると、一人一人の要望に応える余裕はありません。完食を前提にすると、多くの子はクリアできるけど、どうしても無理な子もいます。大人になった今でも、好き嫌いや食欲の波があります。だから、子どもに残さず食べろと無理強いするのは理不尽だと思います。昔は給食の指導が厳しかったよね。自分も低学年の頃は給食が苦手で、掃除の時間が始まっても食べてた思い出がある。帰りの会が始まる頃に残してもいいですか?とクラスのみんなに聞いて、いいですと返事をもらって残してごめんなさいと言って終わってた。今思えばすごい時代だったな。でも、中学生になる頃には何でも食べられるようになって、今では嫌いなものがない幸せを感じてる。
特別なことをせずに克服できたのは、結局苦手だったのは食材自体じゃなくて給食の味付けが苦手だったから。成長とともに味覚が発達していろいろ受け入れられるようになったんだね。今の時代は飽食で家庭では食べたいものだけ食べてることも多いから、給食で一律に食事指導するのは難しいよね。いろんな子や家庭があるから時代も変わったなって思う。親として子供には好き嫌いせずに食べてほしいし、残さないように促すのは健康としつけのため。でも怒鳴ったり手を挙げたりはしない。好き嫌いは普通だし、親の願望もあるけど諦めも大事。バランスが大切ですね。私も小学生の頃、給食を全部食べるように指導されてからかったです。昼休みも食べ終わるまで出られず、泣きながら食べていました。中学生になってからは時間内に食べ終わるようになりましたが、大人になった今でもそのトラウマでパニック障害を患い、誰かと食事するのが怖いです。食事の量やペースは人それぞれなので、無駄を避けつつ食育を見直してほしいです。最近まで間食指導が行われていた地域があるんだよ。数年前に引退した高校の先生なんだけど、担任した生徒の中に数名そういう子がいたんだって。その影響で合宿のある部活を諦めたり、修学旅行を避ける子もいたらしい。でも先生たちが気づいて対処できた子もいたんだよね。ただ他にもそういう子がいたかどうかはわからないんだって。だから指導なのかやつなのか、子供や学生に関わる人はよく考えないといけないんだよ。昔は食べ物を残さず食べるのが大事だったけど、今は健康リスクも考えると無理に食べるのは良くない。特に給食で苦手なものを無理に食べるのは苦痛だし、食事の意味がなくなる。会食恐怖症の人には改善を祈ってます。30代半ばですが、幼稚園時代に牛乳が飲めず、先生がマンツーマンでついて飲み終わるまで帰れませんでした。今でも牛乳は飲めません。小学校では牛乳を代わりの人にあげて、給食の時間が楽になりました。人それぞれ苦手なものがあり、無駄にしない工夫が大事です。子供たちには食べ物を残さないことよりも無駄にしないことを教え、楽しい食事の時間を持てるようにしています。我が子が今年成人を迎えました。低学年の頃、給食を食べ終わるまで席を外れられず、年に一度のデザート選びの企画でも給食が食べきれずデザートにたどり着けませんでした。その事実を3年生の時に泣きながら話してくれたのを今でも覚えています。もともと小柄で食が細かかったので、学校での苦労を知った時はショックでした。叱られながら食べていたため給食が怖かったそうです。記事の女性の話が我が子と重なり胸が痛みます。私も食が細くてほとんど完食できませんでした。小学2年の時の担任は完食を絶対としていて、食べきれない人は掃除時間や放課後まで食べさせられました。ラップを用意して泣いても食べさせられ、完食できない子は黒板の前で見せしめのように食べさせられました。最近はこういう指導がなくなって本当に安心です。当時のトラウマから今は人前で食べるときは完食できる量しか頼みません。子供たちには好きなものを人目を気にせず食べられる環境が続いてほしいです。昔はアレルギーや乳糖不耐症の理解が少なく、給食で牛乳が飲めずに苦しんだことがあります。大人になって乳糖不耐症だと分かりましたが、幼稚園の頃は牛乳が苦手で飲むと気持ち悪くなり吐いてしまいました。それを嫌いだからわざとやってると無理やり飲まされたことを思い出すと今でも心が痛みます。食べ物の嫌いや苦手には理由があることが多いので、大人は子供のサインを見逃さないでほしいです。私も小学生の頃、給食は完食指導がありました。好き嫌いなく、出されたものは絶対残してはダメと言われてました。小食だったのか食べるのが遅かったのか分かりませんが、クラスで1、2名は5時間目が始まっても給食が机の上に残っていて、泣きながら食べていたのを覚えています。当時はもったいない、矢農家さんや調理してくれている人に感謝するということを教えたかったんだと思います。それは大切なことですが、みんな同じ量で分けるのが問題だったのではと今になって思います。残したくても残せない子もいれば、量が少ないと言っていた子もいました。今はどうか分かりませんが、各々に適した量で分けていたら、泣きながら食べていた子たちはいなかったのではと思います。ちなみに私は牛乳が苦手でした。私も嫌いなメニューを完食するまで目の前に置かれて授業を受けた。どうしても食べられず、残したおかずを持って給食のおばちゃんに謝りに行かされた。おばちゃんは怒らず許してくれたが、
今でも嫌な記憶として残っている。今我が子が偏食で困っているが、嫌いなものは無理に食べなくていいと思っている。食べられるものを楽しく食べてほしい。会食恐怖症というものをこの記事で知りました。数10年前、私は塾の先生をしていて、2泊3日のセミナーを開いていました。高校生が対象で、食事は有志のお母さん方が作ってくれました。生徒たちは食事を楽しみにしていましたが、ある年度のセミナーで一人の女子生徒が食事を食べられず、毎回泣いていました。面談をすると、彼女の家庭環境が原因でした。自宅で食事をするたびに母と舅が言い争っていたため、人と食事をすることができなくなったのです。これから親になる人やすでに親になっている人は、子供との楽しいコミュニケーションを心がけてほしいと思います。小学校1年生の時、給食を時間内に食べきれなくて、お昼休みも一人で食べてたんだ。好き嫌いもあって、グリーンピースは牛乳で流し込んだり、無理ならトイレに流したりしてた。悪いことって分かっててもね、学年が上がると友達が苦手なものを食べてくれるようになって本当にホッとしたよ。身内に教員がいて、その人も食べられないものがあるんだ。教員になって30年だけど、最初から食べられないものはお皿に載せないように言ってるみたい。だから生徒たちも先生これ食べられないよねって暗黙の了解になってるんだって。食べることが本当に恐怖になることってあるよね。公開処刑みたいになることもあるし、子供には耐えられないと思う。給食が美味しくて足りないくらいだったけど、同級生が涙目で食べてたのを思い出す。その子たちの家の料理は給食より美味しかった。嫌いなものを無理に食べさせるのはいじめだと思うし、カウンセリングや医者のアドバイスで楽しい食事ができたらいいなと思う。幼稚園で間食指導があって、床に落としたものも洗って食べさせられたんだ。甘露煮がご飯にこぼれて甘くて食べられず、涙目でおえっとなっても無理やり口に入れられた。食べられずに休み時間も居残りで弁当を食べさせられた。母に甘露煮をラップに包んでほしいと頼んでも翌日だけで、嫌いなものを入れないでほしいとお願いしても、油で焼いただけのピーマンや茹でただけのブロッコリーが入ってた。ドレッシングや塩もなし。マジで一生恨む。舌が敏感な時期にガムシロップをご飯にかけて食べてみろ。油で焼いただけの嫌いな食べ物を食べてみろ。逃げ場がなく、許されず、一人で居残り弁当の恥ずかしめを受けてみろ。大人が子供に苦痛を与え、食事を楽しめない原因を作ったんだよ。私も給食の時間が嫌だった。食べられないのに残すと先生に怒られて、食感の蓋で殴られたこともあった。罰として他の子が残した野菜を食べさせられたこともあって、本当に怖かった。今思うと、もっと別の教育方法があったはずだと思う。我が子も食べるのが遅いけど、先生が工夫してくれて助かっている。間食指導は食べ物を無駄にしないために重要だと思いますが、実際には個人が少量捨てるか食べるかは大きな違いはないです。大事なのは、食べ残しを減らすための仕組みや習慣を作ることです。だから、指導すべきは食べられる分だけ取ることや、栄養や食の流通について教えることだと思います。無理やり食べさせる人がそのメリットとデメリットをどう考えているのかも気になりますね。間食指導には賛成だけど、個人差を考慮して少食の人には少なめに盛る配慮が必要だと思う。動物の命をいただいているので残さないことは大事だけど、無理に食べさせるのは良くない。そうしないとトラウマになる人も出てくるからね。私も似た経験があります。小学校56年の時の担任の女性教師がパワハラで、叩く、蹴る、怒鳴るが日常茶飯事でした。給食が食べられない私や他の子たちもいつも叱られていました。そのせいで家族との外食が怖くなり、小6の修学旅行でも食べないことで叱られました。でも中高ではあまりうるさく言われなかったので、食事は適当にごまかしてカロリーメイトをこっそり食べていました。大学入学が転機で、親元を離れ車で2時間の大学に進学しました。そこで紹介されたカウンセラーの先生に過去をすべて話し、4年間のカウンセリングと服薬で卒業し、自分を許すことができました。娘が小学校に入学したばかりの頃、給食の味に慣れずに少し吐き出してしまったら、担任の先生に汚いと言われ、自分で掃除をしなさいと言われたんです。それで娘は給食恐怖症になり、その年は何度も給食の時に吐いてしまいました。担任が変わってからは嘔吐はなくなり、今は6年生ですが、全部食べなさいという先生の時は動悸がして食べられなくなるそうです。
残してもいいよと言われても、敏感な娘は先生が理解していないことに気づいているんでしょうね。親としては先生の方針は否定しませんが、うちの娘みたいな子もいることを理解してくださいと伝えるしかないです。みんなの反応としては、間食指導の厳しさがトラウマになり、会食恐怖症を引き起こすことへの共感は多いです。少数意見としては、食べ物を粗末にしない教育の重要性を強調する声もあります。当チャンネルの意見として、会食恐怖症は多くの人が経験する可能性がある深刻な問題であり、特に子どもたちに対する過度な間食指導がその原因となることが多いと考えます。教育現場や家庭での理解と配慮は求められます。